世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画でございますということで、今日はこれからの動画についての予告編でございます。ラジオをつけていただくと、 NHK のラジオをつけていただきますと、大体日中朝から夕方ぐらいにかけて、夕方でも3時ぐらいまでですかね、ニュースのたびに為替がいくら、つまり1ドル今151円、例えば73銭ですとか、そういう報道があるわけなんですが、以前の動画でもお話ししていますように、この金持ちラッパの吹き方など、こういうユダヤ商法に関して多くの著書である個人ですが、藤田伝さんの本を20代の頃から愛読している一人でございます。現在64歳なんですけれども、去年この藤田さんが私に降りてきて、為替いわゆる1ドルが153円になるということをはっきり言い切りました。でこの前はね、156円とも私に、告げたわけなんです。で153円という動画を上げた時は、確か1ドルが143円だったんじゃないかというふうに記憶をしています。間違ってるかもしれませんが、それで、どうしても為替が安くなる、つまり簡単に言うと数字が上がっていくと安くなる、数字が下がっていくと円高になると、簡単に言うとそういうことなんですけれども、円安になっていくとですね、物価が上がっていく、輸入するものの物価が上がっていくわけですね。一番わかりやすいのはガソリンが上がっていくということなんですけれども、これは自営業の方も、特にその貿易やってる方も、それから一般の我々もガソリンが上がるということは非常にその生活に直結していることですので、大きく影響してきますので、僕には関係ないとかではなくて、全員にかもう生まれたばっかり赤ちゃんにも関わることですので、そのあたりも含めて、特に自営業の方は、円安に対する警戒心、どういうふうに警戒しているか私も実は分かりませんけれども、そういうことを、意識していただいて、物価がどういうふうに上がるのか上がらないのかということも改めて、考える。それから新聞なり、それから先ほど言いましたように、多分 NHK のそのニュースの時に、ほぼ間違いなく為替いくらということで言っていますので、そういったことも耳にする習慣をつけていただければいいのではないかというふうに思います。これはあくまで予告編の今回動画なんですけれども、藤田伝さんが私に降りてきて、おっしゃったのは1ドル153円になると言い切っていますので、今日ですね、今日が151円もうちょっとぐらい円安になっていますので、もう153円は目の前でございますので、特に自営業の方はとりあえずそういうのも意識していただければというふうに思っております。2つ目です。こういうメモ用紙を使っているんです、私は。はい、こういうメモ用紙を使ってですね、いろんなことを書いたりとかして、これは車の中に置いてあるメモ用紙なんですけれども、先日なんですがね、3月24日日曜日の1時22分、午後1時22分に緑色の神様という神様が降りてこられまして、緑色の神様とカタカムナの神様がタッグを組んでですね、多分その新しい農法に関する、内容のお告げを下ろすような感じがいたします。はい、これはまだちょっと原稿を起こしていませんので、まだ YouTube にはしておりませんけれども、
これが今皆さんに、お知らせする2つ目の動画の予告編で、ございます。それからここからちょっと予告編ではなくて時々お話をしておりますが、私に降りてくる神々様が異口同音なんですけれども、なぜいわゆる国家の各国の国家のトップたちは民の物々を幸せの国へ連れて行こうとしないのじゃということで、えらいおかんむりなんですよ。それでこの前の動画でもお話ししましたが、その中国が月探査機を、打ち上げて、地球の確か月の裏側を、観測するということでしたけれども、月の神様が怒っておりまして、天罰を落とすと言っているわけですよ。それで昨日は3月の、26日火曜日なんですけれども、プーチンにも天罰を落とすと言ってますからね。はっきり言い切りましたから、プーチンにも天罰を落とすと言ってましたから。だからその皆さんがニュースを聞くときに、先ほどのそのいわゆるユダヤ流のいわゆるビジネスで簡単に稼ぎましょうという本なんですけれども、これの著者であるのがマクドナルドを日本に広めた藤田伝さんなんですけれども、要するに為替が153円になると言い切っている月の神様は、その中国に災いというか爆弾じゃないけど、なんか落とすという、でプーチンにもやっぱりそのはっきり落とすよと言い切ってるわけですよ。ですが皆さんもぜひ毎日ニュース何らかの形で流れていきますし、あるいはもう今 YouTube でもそのいろんなニュースが流れていますので、それを見る機会、聞く機会が多くなるかというふうに思っております。天罰を落とす。ですからいかに神様たちが怒っているのは、各国のトップがその国民を幸せな国に連れて行こうとしないことに対してものすごい憤りを感じているということでございます。ですから皆さんはなるべくそういうことに触れないような生き方をしなければいけないし、そういう地雷を踏まないような生き方をしなければいけませんので、ぜひ注意深くいろんな形でその日本の経済、世界の経済、それから、一言で言いますと中国とプーチンには天罰を落とすぞということでございますので、それが誰がその見ても聞いてもですね、これはもう神障り、もう神様の天罰としか思えないような何かの天罰が落ちるのではないかというふうに思っております。ということで今回の動画はまずこの藤田伝さんが為替は153円になると言い切っているということが一つで、二つ目がいわゆるその中国、それから簡単に言うとプーチン、いわゆるロシアに対して天罰を落とすぞということも言い切っています。それから言い忘れましたように、その緑色の神様というのが降りてこられましたので、その緑色の神様とカタカムナの神様がタッグを組んで、多分農業に関する農法をお告げとして下ろすのではないかというふうに思います。ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画、今回はこれからの動画に関する予告編でございました。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからもガンガンやっていきますので、お付き合いいただければと思います。それでは次回の動画まで、世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう。さようなら。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。